はい、おはようございます。今日も朝活やっていこうと思います。今日土曜日ですけどね、今日日曜日ですけど昨日の土曜日はもう人がすごかったですね。なんかほのぼの朝活レースなんて言ってられないぐらい、多分6、7時ですね。なぎなぎっすね。今日はまあさらっと釣りやって、たま道具も持ってきてないから、ほとんどカバンも持ってなくて、ルアーもね、ルアーボックスにちょっと入れてるだけなんで、さらっとやって、今日の目的はお買い上げいただいたノエルをお届けするっていうのはね、今日は最大ミッションなので、こんな感じでやっていこうと思います。で今日も仕事なんでね、6時まで。まあハイシーズンでってことですかね。あえて逆張り。ちょっとまあ投げてみようか。どこがいいかちょっとわかんないですね。いつもやってるとこもね、人がもうすでにいっぱいなんで。ここからさね、昨日は5時過ぎてからもう帰ろうとした頃に発生が上がってたからね、まあ昨日よりも少し気温が高めだからどうかな。基本的にロアチェンジをもう2個で回したいと思ってるんで、ホエール2個でね。この際に、ね、本当にテンションが上がらなくてもう疲れた。動画が結局昨日も寝たのが寝たのが11時で、起きたのが2時半で、もうあんま寝てないんで、ただ、昨日の感じだったらね、車に入るのはちょっと大変なぐらいいるかなと思ったら、ああ、案外ちょっと隙間あるんで、良かったなと思います。なんか、ちょっと眠たい、寝不足の時に結構釣れるんで、去年こうやって遠征失敗した翌日とかそんな方が調子いいんで、そんな調子でやっていこうかな。今日バッグ持ってないからな。あー、ステッカー入れたっけ。まあ日曜日って考えたらまあ人少ない方かな、もしかしたら。なんか一口で言ってた。この一投で魚がヒットします。上の部分にアクションの環球を色で表示、中央に文字で表示します。色分けの概要はこの通りです。よっしゃ。入ってますよ。
よいしょ。はい、はい、桜桜も釣れました。でもちっちゃいね。動画なかった、ごめんなさい。開花しました、太平洋で。でも綺麗、めっちゃ綺麗だけど、めっちゃ綺麗だけど40、めっちゃ小桜っすね。めっちゃ小桜っす。綺麗な魚、40ちょっとぐらいですね。50はないです。あー綺麗、かわいい。でもかわいそうなんで、ちっちゃいからリリースしますね。桜も、太平洋桜も開花しました。はい、はい、ありがとう。よっしゃよかった。はい、太平洋桜も開花しました。はい、じゃあネートルはノエルですね、ヒースコラボからやりました、よかったフフフ、鱗つきましたね、ついにうん、そんな大きくないけど、よかったです。4時10分でしたね、これがジャネーゾルアーのノエルのティーズコラボカラーですね。これ、お腹黒になってます。ちょっと仕様違うんですけどね、これで釣ることができました。まだね、周りも桜も釣ってるような状況ではないですけど、そんな中でもね、取れたでノエルってね、ちょっと他とはやっぱり形状が違うんで、こんなに形状してるんで、他のルアーに増えてる時ね、プレッシャーがかかってる時こそこういうルアーがね、効くと思うんで、ぜひね、なかなかね、代表がね、たくさんたくさん作れるわけではないんで、簡単に手には入らないんですけど、まあ、販売された時はね、ぜひね、お手に取って見てもらえたらと思います。よろしくお願いします。あ、よかったよかった。いや、ちょっとね、本当にね、プレッシャーを感じてたというか、ホームだホームだ言って朝活朝活に通ってて全然釣れないですね。他の人がポンと来た時にポンって釣れたり、そんな状況が続いてて、いや自分ってやっぱひどい方なんだなと思ってて、やっぱりね、ルアーも、テストさせていただいてルアーもたくさんあるんでね、あでもビーズコラボカラーでね桜取ったんで、でも鱗まみれね、良かったんではないでしょうかなと。で小桜ですからね、まだまだまだ、でも良かったです、良かったです。おはようございます、はじめましてです使っていただいたら多分分かると思うんですけど、なんかやっぱ他とは全然違う感じがします。やっぱり波打ち際とか結構バシャバシャってくるんですけど、ベイトかと思うぐらい、あ、魚かなと思った、あ、ルアーかよみたいな、それぐらい結構泳ぐんで、はい、じゃあ僕はもうこの辺ですいません、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします